女子的にはキュンとするんじゃないでしょうか。でしょうか。でしょうか。ギャップも。はい、皆さんこんにちは、ゆきねこと桜木ゆきねです。アニメについて語ってもらおうかなと思います。はい、こう見えてアニメもほどほどに見ておりまして最近それこそなんかおすすめされてファンの人に見てみてみたいな、そしたら転生したらスライムだった件もう見てみてくださいみたいな、何スライムってと思ったんですけど意外と面白いんですよ。どんな話なんですか。現世みたいなところで男のまあいい年のサラリーマンの人がいて、その人がまあ後輩の人をかばってあっさり死ぬんですよ。そしたらその人がなんかさっきから物騒なこと笑いながら話しますよね面白くないじゃないですかよくある転生したらなぜかこんなむにゃむにゃのこんなスライムで生まれてその世界にいるって、そこから始まるんですけど、スライムがだんだん強くなっていくんです最初出会った恐竜食べたんですよ。そしたらなんかパワーを奪える能力らしくて、まず第一歩大きくなるじゃなくて強くなるみたいな、どんどんそれを繰り返していって魔物の国を作っちゃうっていう、作っちゃうっていう、そのぐらいまで見ました。最終話的なのってどんな全然わからない最初はなんでスライムが上に立つってどういうことみたいな、舐められて人間のにも、でもそれも跳ね返してなんか結局はもうみんなに慕われてスライムに支配された世界になるっていう、うまくまとまりましたイエイ、あとはねキュンキュンするのは犬ボクっていう犬、正式名称は調べてもらって池つかみくんっていう男の人がかっこいいです。池つかみくんどうかっこいいんですか。もう一途にその人だけに従うみたいないつもあの使えてるからスーツなんですよ、スーツでもドアから出てきた姿な部屋着みたいなのがメガネでなんかこうラフな感じ、女子的にはキュンとするんじゃない。ギャップ萌えをお楽しみください。思い出のアニメみたいな、思い出のアニメ、青春の1ページみたいな、そんなあるかな青春結構深めだ。ギルティークラウンっていうアニメは見てほしい。まあ内容はまあググってもらって曲が良くてそれで好きになったんですけど、歌えます、歌えないよみたいなはい、というわけでいかがだったでしょうか。噛んだ、語彙力がないんですよ私は何しろ。だから皆さんこの動画を見るときはここら辺にパソコンかスマートフォンを2台目用意してもらってよろしくお願いします。見てください。ありがとうございました。桜木ゆきねでした。